まあ、オールスターの楽しみの一つでもあるんですが、では今日の見出し見ていきましょう。こちらです。さあ今日のラインナップは夏休みプロ野球スペシャルと題しまして、こんな内容でお送りします。はい、まずは球児&黒田選手からメッセージをいただいております。ありがとうございます。お前らしちゃうってさあそのあたりはどうでしょうか。出てくるやろそら。さあそのあたりはどうでしょうか。マジでめっちゃいいやん。さあさらに見ていきましょう。こちらです、阪神タイガースの優勝も実は見えてきてるんじゃないかというお話でございます。さらにこちら。頭おかしい。いやいや。これはないよ。馬さんこれはでも良いやん。いや、要は後で数字を見てください。ね、八木さんね。そうです。ね、数字は後で。まだまだ。数字は正直です。数字は正直です。さあ、ローズ選手がビジネスマンにという独占スクープをお送りしましょう。ではまずはこちらから見てまいりましょう。さあ球児から正恵、そして黒田から、お得意、うわーお前ずるいぞ。なんと八木さんが直撃取材でございます。八木さんの非常に真摯なインタビューと合わせてご覧をいただきましょう。こちらです。プロ野球オールスター、スーパースターばかりが集まる夏の祭典に、試合前のグラウンドは選手たちを囲む報道関係者でいっぱい。そんな中、我らが八木さんもペアネンを代表して東京ドームで行われたオールスター第一戦を直撃取材。そして続いて八木さんが直撃したのは、徳井さんをお待たせしました、広島のエース黒田博樹投手。前半戦は毎試合のように先発の仕事も果たし9勝、オールスター前最後の登板で通算100勝も達成しました。以前徳井さんが熱心な広島ファンと知り、なんと実際に着ていたユニフォームをサイン入りで徳井さんにプレゼントしてくれました。そのユニフォームを徳井さんは毎回着ていますよね。チュートリアの徳井君が、まあ、関西の、番組なんですけど、広島をすごく応援してくれるんで、はい、その辺はどうでしょう。そうですね、あの僕も何度か VTR 見せていただきましたし、本当にあの応援の熱さをすごく感じてますし、またこれからもね、あのぜひ応援していただきたいなと思います。徳井君もね、あの番組でいつもカープのユニフォーム、黒田君のサイン入りのユニフォーム着てますんで、はい、そうですね、ぜひ、まあ、テレビとこういう形だけじゃなくてね、直にお会いできれば、嬉しいかなと思います。ありがとうございます。でこれはあの前回の100勝をしたんでね、100勝の記念の T シャツを作ったんで、はい、徳井さんにです。番組にじゃなくて、はい、徳井さんにです。ぜひあの来ていただければ、嬉しいと思います。これは嬉しい。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。さてさて、試合は日本ハム森本選手のパフォーマンスで幕開け。息の詰まる熱戦となった今年のオールスター第一戦。セリーグは毎回ピッチャーを交代。黒田投手も6回に登板し三者凡退に抑えました。そして0対0で迎えた7回裏、ヤクルトのラミレス選手のツーランでセリーグが先制。そしてまたまた広島の選手が活躍、前田選手がダメ押しのホームラン。最後はもちろん藤川投手が宣言通り全部ストレートでピシャリ。青年ファミリーの活躍で第一戦はセリーグに軍配です。はい、ありがとうございます。お前は得意じゃなことで、お前やった2枚目やで、おいやったすごいな。こちらが黒田投手100勝のメモリアル T シャツということで、これ限定300枚しか生産してないものだそうです。サイン入りは、サイン入りはもちろんこれだけ得意バージョンだけでございます。ありがとうございます、はい、やったー、はい、お前なほんまに好きです。ありがとうございます。であの皆さんにお買いいただける分にはですね、あのサインの方は入っておりませんが、限定で販売しているということで、今ご覧いただきましたこちらのホームページにアクセスをしていただきますと、購入できるということでございます。八木さん、なんで上原投手行ってくれないんですか。なんでなんですか、八木さん。取材でもすごいんですよ。八木さんのインタビューはすごくいい。すごい熱い人なんですよ。ダイヤさんファンが多い。八木さんのインタビューはでもいいですよね。見ててあの本当にあの人柄が伝わるというか、マサさん